始まるぞどうも、カイゼンりんです。本日はですね、ちょうどウルトラマン7ォーメフラス星人、レビューしていきたいと思います。あまりあの、このシリーズですね、まあ、食顔で、あの、買わないんですけど、メフラス星人好きなんですよ。なんで今回は買ってみました。 と言いますか、あの、大人気みたいですね。2店舗を回ったんですけど、まあ、あの、運よく1個だけ売れ残ってて、良かったです。じゃあ、あの、まあ、パッケージこんな感じですね。なんかあの、拡張パーツセットにメフィラスのこの光線のエフェクトが入ってるみたいなんですけど、さすがにちょっとそ、これに500いくら払うのちょっと嫌だったんで、まあ、これはちょっと後で合成でなんとかします。じゃあ、開けていくわ。 今日はね、ナイフなし。おちょっとボリューミーな感じですね。あ、こんだけシールとか入ってんのかなおお、クリアパーツになってるね。よし。じゃあちょっと、組み立てていく。では、あの、完成しました。 ええと、全体的にはこんな感じですね。これはなんか、ベースか何かをつける穴ですかね。触眼ベースって今出てますもんね。まあ僕は買わないんですけど。一応、首はあんま動かないですね。で、腕がこんな感じに動いて、まあ、手首は別パーツだったんでもちろん動きますね。ちょっと、 動かしてるとここがちぎれちゃいそうで怖いかなっていう懸念が若干ありますであ腰も曲がりますねほうほうほう足、足こんな感じはいはいはいちょっとこんな踏ん張るような感じあ立ちますねいいですねこれはい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 であのー、必殺技の光線ですね すいません、メイフィラス好きなのに、メイフィラスの必殺技の構成の名前を知らないんですけど、後で調べておきます。こんな感じのポーズが撮れるっていうことですね。いや、まあでも、塗装は綺麗ですし、ただ、これが500円ですか。まあ世の中、値が上がってるのを、こういうので実感しますね。<laughs> よし。 ま、結構あま、満、満足かなって思いますね。それでは、総評ですね。何段か前のウルトラホークを、えっ、ー、と、出してきたんですけど、一応これあの、見、見た目はなんかすごく良さそうなんですけど、まあもちろん分離ギミックもあるんですよ。ただ、この内容で500円ってやっぱ辛かったんですね。で、これに比べたら、まあ今回のメフィラスは、まあ、 これに比べればボ、ボリューミーでいいなとは感じたんですが、えっと、まあ、すみません。あまりこういう食顔とかを買わない人間としてですね、ちょっとやっぱり言わせていただきたいんですが、こう、これね、これをね、こう、別売りにするんじゃなくて、ちゃんとその、おのののセットに、セットというか、おのののキャラクターに、 付属させて欲しかったなっていうのがありますね。やっぱりこういうセコさってちょっとなえるところがあるんですよ。あのー、まあ、あえて言いますけど、バンダイが満足するんじゃなくて、俺たちが満足しなきゃ意味がないじゃないですか。で、やっぱりこういう別にされると、であの、この4体分のパーツが入ってるわけで、 この1個のためにこれを買っても、なんていうか、この4、残りの3体分が、やっぱり無駄になって、これを、まあ、お金がある人だとこれを買っちゃうじゃないですか、この3つを。やっぱりそういう買わせ方をしようっていう意図が見えるっていうのは、うーん、やっぱりちょっと、ユーザー目線ではないなと思うんですよね。あくまでバンダイが儲けるために、こういう風なラインナップをしてるっていう。 のま必、あ、死と感じて、ちょっともうちょっと考えてほしいなっていうところがありますね。まあでも。ミンフィラスは好きなんで、あのこういうカードフィエが手に入って良かったです。あと、個人的に好きな怪獣ゼットンですね。ゼットンはもう何。 結構何段か前に出てるらしいですね。なんでもちょっと手に入れるのは難しいと思うんですけど、あとはですね、ウルトラマンネクサスに出てきたイズマエルっていう怪獣が好きなんですけど、あれもどこかでラインナップしてほしいですね。あとは、あの、ウルトラマンネクサスが好きなんで、やっぱり、こういうのでですね、えっ、ー、と、ウルトラマンネクサス出してほしいですね。まあ、個人的にジュネスブルーが好きなんですけど、多分ジュネスからでしょうね。なんかジュネスでも、 そのうちラインナップされると聞いてるんで、それは買っちゃうかもしれないです。じゃあ本日この辺で失礼させていただきます。すいません、あの、相変わらずちょっと言いたいことを言ってしまいましたが、これからもあの、言いたいことを言わせていただきますので、よろしくお願いします。カイトリンでした。ありがとうございました。